かりと空いた心を癒してほしいからこそ次の推しメンを探しがちになってしまいますけれども、一番最初の推しメンと出会った時は自分の心の隙間を埋めてほしくて推しメンにしたわけじゃないじゃないですか。だからそりゃ確かに空いた隙間を埋める人と空いてない隙間が空いてない時に出会った推しメンとだったらこっちの方が強いよなとは思うんですよ。確かにだって2番目だ、お下がりって言っちゃあれだけど2番目じゃないですか。だから確かにそうだよなと思うんですよ。最初だって推しメンにするのはすごい努力してるとかなんか可愛いとかパフォーマンスがいいとかそういうとこから始まると思うんですけど、そのぽっかり空いちゃうとそこを埋めてくれるかどうかっていう感じで探し始めちゃうと思うんですね。だからそれもそうだけど自分がこう見ててね、あのこの子のパフォーマンスがいいとか SNS が好きとか文章が好きとかそういうところからどんどんあの広がっていくんじゃないでしょうか。うん、まあでもそうですよね。やっぱこのショールームを見てる時点で少なくともそのどこかに私がいると思うのでそう埋めてるんですよ私も皆さんの心の隙間埋めております、埋めさせていただいております。そんな長い1年近く埋まりません、埋まらないですよね。大きい穴が大きければ大きいほど埋めるものが必要なので、多分カホがこれぐらいかな今埋めてるのかなそう、そこからねどんどん埋めていただければいいのではないでしょうか。ミルクの穴どうしたらいいですか。牛乳注いだらいいんじゃない牛乳とあのクロワッサンとか詰めといたらいいんじゃないですか、うん、それをちょっと